我らバトスピ同好会セカンド。どうもバトスピ公式アンバサダーの二宮城です。そしてはいどうも紫のガーディアン時頼朝です。お願いします。お願いします。はい、はい、非公認アンバサダーもいるよ。エイジス4もいるよということで、ということで、はい、作りましたね。はい、作りました。今回はバトル編ということで、はい、前回の動画でドラフト戦をするといったところで、うん、まずはカードをピックしてデッキを作るところまで収録しました。うん、前回は、はい、まだ見てない方はね、ぜひそちらの動画も見ていただければと思うんですけれども、はい、今回は1回戦といったところで、うん、公式アンバサダー代表二宮くん対公式ガーディアン、はい、時さんの戦いとなっております。はい、どうですか？あの前回の動画でも言ってたと思うんですけども、うん、2人ともデッキの自信のほどは？そりゃもうバッチリ思うなってね、ここに入ってるからキーカードがさ。あ、なるほどね。もうバッチリバッチリ。いやもう僕もバッチリです。もうキーカード入ってますから。同じこと言った震えた手で震えた手でこう今バッチリです。まあ今回は3位決定戦という名のビリ決定戦は存在しないので、はいはいはい、ここで負けたらもう動画には映れません。おおおそっか、はい、もし負けたら手だけは出そうかなと思います。ダメです。それでは早速バトルの準備に行きたいと思います。はい、では準備が整いました。はい、ということでじゃあバトルの準備アンバサダーから。はい、さあそれではまず手札を、はい、4枚ですね。4枚。契約がある場合は3枚なんですけど、うん、契約はありますか？今回はないです。今回ないので4枚先にドローしましょう。はい、1、2、3、4枚。ちょっとね、新しいスリップだからね。はい、先行後攻を決めるじゃんけんをしましょうか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あーよし、よし、ここ大事、ここ大事。成功いただきます。え、なんで？違う？違います。一回まずはこの手札を確認していただいて、はいはいはい、で僕が先行後攻どちらかを決めます。そっか。はい。勝った人がね。そうですそうです。はい、公式動画で堂々と今ズルしてます。急になんかの先輩後輩感出した。ここは先行いただきたいと思います。わかりました。では私は後攻いただきます。はい。それでは参ります。うん、ゲートオープン開放、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。さあそれでは先行スタートステップ、コアステップ、ドロー、リフレッシュメイン入ります。そっとバーストをセットさせていただければ。そっとね。はい、そして3コスト、あ、勇者竜と召喚いたします。強くない？なんかこれでターンを終了いたします。わかりました。ではこちら私のターンいただきます。はい、まずはコアステップ、そしてドローステップ。何引くのか。あ、なるほどね。まだリュートだけだと、まだ、うん、分かんないですね。勇者デッキか分かんないですね。勇者デッキかもしれないし、じゃあ僕もそっとやばい、セットしようかな。ではじゃあこちらもね、負けじと、お、なあ、さあこちらは勇者ザンバを、これはちょっと、おっと、召喚します。え、あ、今までありました勇者対決。アタックステップ効果レベル3からなんでね、まだないので、はい、ではこのまま、アタックステップに入ってエンドステップターン終了です。ではターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュメイン入ります。はい , 笑ってる。なんだ、楽しそう。楽しんでるな。こんなことある？では、はい、ザン、あなんかすごい艶めいてるな。カメラ回ってるから。いや違う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 。さあ2コストおウル召喚します。おー強い。そしてちょっと怖い入れ替えますね。はい、はい、いやこっちかな。これで、いやでも、うん、行こう。アタックステップ入ります。 OK です。うん、ではウルでアタックします。はい、アタックとは特にないです。フラッシュあれば。なるほど。ちなみになんか耐性があるんだよね。そうですね、ウルの効果で自分のスピリットの勇者すべては相手の赤の効果では破壊されません。なるほど。そして、リュートの効果で相手の青のネクサスの効果は受けません。なるほどね、なるほどなるほど。うーん、どうしよっかな。まあコアもあれだし。ではこちらフラッシュタイミング、はい、え、降臨。
はぁ赤村&勇者でザンバからザンバに降臨、勇者王になりました。勇者王、まあただ降臨時等はありませんのでそのままフラッシュを開始します。フラッシュ降臨な、何なんだ、ブラックカラカロッサム降臨いたします。はい、よいしょ、降臨時効果使用したいです。はい、相手のスピリットアルティメット1体10披露させます。な、なに、なに僕のザンバがやられちまったそしてその後の効果はですね、下に、カラカロッサムがあったらなので、はい、今特に下はもうウルなのでね、何もないです。いやこれ強い、3コストに乗れるの強いですね。お返しします。お互いフラッシュ合戦でね、うん、何もならない何もできないというそうか、でもしょうがないな。ではこのまま私フラッシュもらったんですがありません。こちらもありません。ではこのまま1点、はい、ライフで痛いパリーンバースト、まあ、バーストはない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 。ちょっと待って、ちょっと待って待って、行きたい減少値じゃないのか、それともあえて貯めたのか。ここ自分行きたいっす行きます、アタック。なるほど、フラッシュ。いや、こっち。ないないいけ、あー、痛い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 。ちょっと服破けてきた、大丈夫。あ、ないないこのまま終了します。いただきます。では、スタートステップ。はい。コアステップ。さあ、ドローステップ入って、リフレッシュ。さあ、回復するんだ。あ、回復した。序盤の攻防はだいぶ二宮君優位に見えますよね、うん、優勢に見えますね。いやこれはやばいね、これやばいよ。これやっぱ1回戦でガーディアンが負けるっていうか結構大番狂わせになるんじゃないですかトーナメント表現。いやこれありそうですね、パッと見た感じ。やっぱりバトルスピード10披露って強いですよね強いっすね、強い。いやじゃあしょうがない。ただ問題はあのバーストだよな、うん、問題はバーストなんだけど、大丈夫かな。じゃあゼロコストフィジョンヘリです。召喚します。懐かしい。ここはしょうがないな、どうするかな。アタック時しかないな、怖い。もう何飛んでくるか分かんない。僕以外に勇者を持っている方がいるしかもね、いきなり初手から氷まで持ってたのね、はい、これは殴り出したいけど殴ってしまったら私は死んでしまいそうなので致しかない。ここはエンドステップターン終了だ。ターンいただきます、はい、スタートステップコアステップドロー、ティクレッシュメイン。やばい、なんか引いたか、なんか引いたか、なんか引いちまったかなんだ。いやここはちょっと僕も準備を進めましょう。2コスト、あそれは強くない。夢中漂う桃源郷 LT やはり配置いたします。そういう感じなのか。ちゃんと桃源郷入ってるんだねもちろん、やっぱ前回のあれは嘘じゃなかったんだね目指しました、目指しました、たどり着いた、たどり着きました。目指したところでもうじゃあ着地したんだじゃあもう負けてもらってもいいですか。いやいやいや、目指してるところにはゴールしたんだもんね。いやいや、ちょっとまだです、まだです、まだです。もう一丁行きましょう。1コストなんか強いな勇者リュート召喚します、ね、そして桃源郷の効果使用します。自分のターン、ターンに1回系統操縦銃刀動画を持つ自分のスピリットが召喚された時、自分はデッキから1枚ドローできます。そうか、リュートはちゃんと操縦。いやちゃんとシナジーだけでなんかすごいな。あごめんな、あちょっとああそんな大活躍したのに、ブラックカラカラスが大活躍したのに、もう今ちょっとレベル2にしたい、レベル2にちょっとどうしてもしたくて、ね、したいね。さあそれでは BP はちなみに2000です。おかわいい。それではアタックステップ入ります。はい、リュートでアタックします、はい、レベル2さんの自分のスピリットの勇者がアタックした時、うん、自分はデッキから1枚ドローできるので、これ自身も大丈夫なので1枚ドローします。なるほどね、勇者のレベル2さんだからね。はい、お渡しします。フラッシュないです。ない、はい、ないこちらもなんだ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 、ないです。なんだ楽しんでんなヒヤヒヤさせやがって楽しんでんな。いやちょっとな、ブロックか、ブロック、いやこれちょっとブロックするか、ちょっと
ナイフ。おお。何もあごめん何もなかったけど大丈夫かな。あ大丈夫です。あオッケーじゃあナイフで。はい、いただきます。はい大丈夫です。ない。あない。ないんだ。このバスタ一体何なんだ。ないんだ。なんだろう。いやでも待ってください。もうきついぜ。この子が、はい、満を持してくるんですよ。ってなったら一応もうここでターンを終了しておきます。なんだ一応なんだ。まあまあいいか。取っておきます。ターンもあります、はい。コアステップドローステップ。さあ大事な大事なドロー。そしてさあザンバが蘇ったぞ。ザンバよしザンバ行ってこい。2枚目のザンバ。うおでも勇者が並ぶのは強いですからね。行ってこい行ってこい。ザンバビート。ザンバビート。まさかの。よしよしよし。なかなか難しいですね。まあ行きますか。おい行ってこい。ザンバアタック時、はい、このスピリットのレベル1つにつき相手のフィールドのコア1個をリザーブに置くので、今レベルが、維持コア6で3なので、おじゃあ 1,2,3 個リザーブにお願いします。リュート&リュート。消滅いたします。はい消滅しました。何かあればなんだ、なんかありそうだな。ダブルシンボラだけ、ね、いやこれめちゃくちゃ怖い。なんだな、これめちゃくちゃ怖いんですけど。じゃあはいバーストで。バースト消滅後ダイヤモンドストライク。なにダイヤモンドストライク。このバースト発動時に消滅破壊された自分のトラッシュにあるスピリットカード1枚手札に戻せます。はい。でその後自分の手札にある系統武装を持つカード1枚を、コストを支払わずに召喚できる。はいですが武装が特にない。いない。そういなかった。なんだめっちゃかっこれね、バルハラーズが出てきて、めっちゃかっけえってなるところだったのに。ちょっと期待しちゃったじゃん。そこまではなかった。そこまではちょっとなかった。まあとりあえず2点でアタック中です、はい。フラッシュはないです。こちらもないです。ライフで2点受けます。はい。停止とはないです。なるほど。痛すぎる。ではこちら、さすがにこのまま攻め入るのはちょっとな。分が悪そうだ。エンドだ。帰ってきた。よかった。スタート。コアドロー。リフレッシュメイン。お前。手札はいっぱいあるな。やれんのか。カール対話し始めた。カールと対話し始めた。やれんのか。いや、やれるでしょう。彼なら。なんだ。ニコスト。占いペンタ。おお強いな。またドロスが出てきた。さあ、桃源郷はちょっと反応しないんですが。はい。占いペンタのメイン効果使用します。なるほど。このスピリットを披露させることで自分の手札1枚を手元に置きます。はい。ミザール。あ、リュートじゃないんだ。そこリュートじゃないんだ。新しいカード見せてくれる。そうした時ジュアデッキから1枚ドローします。なるほどね。いやミザールだから見ないでってことだね。ああ、そういうこと。ごめんな、見えちゃった今。すごいミザール。見えちゃった。もうミザールですよ。見てくるから。1コスト。おお。宝玉の聖剣強い配置いたします。そしてゼロコスト。おお強い。2コスト2軽減ゼロコストミザール召喚いたします、はい。そして桃源郷の効果で、操縦が召喚されたので1枚ドローします。手札何枚ですか。手札は2枚。これもうちょっとバクチ。バクチってなんだ。部のいい賭けってことか。部のいい賭け。1コスト。あ、竜と召喚いたします、はい。いや怖いよ。痛い。もうちょっと並べるか。並べるか。ゼロコストイバザール。おお。すごい。本当にニコスビートってことか。揃うのか。お猿さん。お猿さん3匹揃うのか。ゼロコスト。すごい。違った。でも違った。紹介しますか。強い。消滅です。見た目は足りてるんです。確かに。アタックステップ入ります。リュート。いってらっしゃい。リュートの 2-3 アタックステップ効果。2-3 の自分の勇者がアタックした時1枚ドローします。はい。何をすればいいんだじゃあ。すごいいい勝負してる。すごいいい。俺とデッキ大丈夫かな。めっちゃデッキじゃん2人とも。さあどうしようかな。めっちゃデッキじゃん。
どういうこと？おかしくない？ブードラステンドにめっちゃデッキなんだけど。アタック時効果とかは何かありますか？実はですね、はい、今のところ何もないんですね。なるほど。もうないんですね。本当に数をしてきたという。横に並べたという。いや、2コスト2軽減で本当に強いんだよな。フラッシュありません。こちらもないです。ではそのアタックは4000です。4000。こちらザンバでブロックだ。オーマイカー。フラッシュあれば。フラッシュありません。こちらもないです。はい、さようなら俺の勇者リュウトーン。俺の勇者がすごい酷使したね。リュウトーン、おのれよくも勇者を。めちゃくちゃリュウトーン。こっちも勇者なんだよな。こっちも勇者だから許してくれ。ミザールアタックします。フラッシュあれば。ミザールでアタック。はい、オッケー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 。 なんだ、どこだ。なんかいるな。いるな、猿が。だが仕方ない、ここはフラッシュありません。こちらもないです。あ、ビショーブロックだ。フラッシュあれば。ビショー、ビショーない、ビショーないです。だあ、線だ。お互いじゃない、こっちの方が負けてる。あ、これ、これで、これで、パスだ。違う、確認します。なるほど、 OK です。ありません。ありません。お、継続します。はい、ない。言わざるアタック、フラッシュあれば。さあ、まあここまでね、フラッシュないって言ったのはそれはもちろん布石よ。なるほど。ありません。こちらもありません。これまだ行ってんの。まだ行ってこった。いや、ちょけてる時の時さん、これないぞ多分。あれ、これないのか、これ。このちょけ方ないぞ。まだ行って受けられただけだから。僕一番最初にバトルしたのが時さんなんですよ。おこの感じいけます。あれば。なるほどなるほど、そうきましたか。1点アタック中、はい、そいつの BP は1000。あー、かわいいかわいい。フラッシュありません。ないです。あー、ナイス。ありがとうございました。あーいい。はい、というわけでバトルが終わりました。勇者対決、あー、俺、あ、まあ、勝者は二宮くんというところで。やったさあ、ここで、ガーディアンチームは敗退と。ごめん、ありがとうございました。ごめん、6人、あと残り5人、ごめんよ、ごめんよ。いや、実はさ、いやね、はい、ザンバすごいね、活躍してくれたんだけど、まあ、実はバーストがさ、はい、こちら。うわ、怖っ。ベルゼビーと XV だったんですよね。ちゃんと引いてたんだ。そう、これが1パック目に来てね。あ、なるほどね。そう、いやー、まあちょっと勝った二宮君のデッキを紹介するわけにはいかないんで。そうだよね。まあ惜しくも負けてしまったガーディアン代表時さんのデッキを紹介してもらいたいと思います。はい、デッキはこちらです。はい、ということで、まあ、今回ね、1パック目からベルゼビーと XV が来てくれたので紫で結構固めてみたんですよね。こちらの XV の効果が、まあ、魔界市場はね、今回対象じゃないんで、まあ、コスト4以下の紫一色っていうところを、はい、目につけて、まあ、相当ヘビだったり、デスカラビアとかね、あとブロンズメイデンとか、こういった優秀な4コスト、3コストをね、結構集めてって、その中にやっぱね、3コストですから、こちらのザンバも。なるほど。はい、加えて、まあ、デッキを組んだんですけど、まあ、やっぱり、ね、ザンバ、もちろんね、今2枚入ってるんで、まあ、はい、そしたらピックしますよ、そりゃね、勇者王ザンバに、勇者王リュートと。うわー、なるほど。そう、だからここで、まあ、勇者もね、なんとなくタッチしてたら、まさか一番活躍してくれたのがザンバっていう。そう、本当はね、トラッシュを肥やしながら、ベルゼビートを召喚して、まあ、そのままね、フィニッシュ向かいたいなと思っていたんですけど、まあ、残念ながら今回は二宮くん一回も召喚状を受けなかったか。危なかった。いやー、ちゃんとやられましたね。ということで僕のデッキはこんな感じだったんですが、まあね、やっぱあのベルゼビート XV 結構強いですし、やっぱこの4コストのねデスカラビアとか結構その破壊時に残る効果とかねあったりとか、すごいシナジーがあるんで、皆さんもぜひよかったらデッキ組んでみてください。お願いします。お願いします。はい、ということでね、まあこんな感じだったわけなんですけれども、はい、まあ、見事決勝に進んだのは、うん、公式アンバサダー代表二宮くんといったところで、いやー、うん、ありがとうございます、はい、ちゃんと負けた。まあ、次回は、はい、非公認アンバサダー小川と
公式のね、はい、そしてエイジス4岩沢が戦わせていただきますので、どちらかが二宮君と決勝で当たるというところで、うん、ぜひ次回の同好会もお見逃しなく。はい、では今日使ったデッキだったりこちらの商品は詳細はねこちらの概要欄からぜひぜひ皆様チェックしてくださいね。はい、はい、そして感想などございましたら X にてハッシュタグ我らバトスピ同好会をつけてじゃんじゃんつぶやいちゃってください。お願いします、お願いします。はい、ということで今回のバトルはここまで、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。リュウトありがとう。ザッパコメント